はい、速稼塾の久保です。総裁選、自民党が終わりまして、27代の総裁が岸田文雄元政調会長に決まりました。まあなかなかね、実力を積み重ねていって、でもちょっと花がなくてね、なんかこう目立つ事件とかこの方はないんですよ。小泉進次郎さんみたいに変な発言して、メディアに取り上げられて叩かれたりっていう知名度の上げ方がないんで、本当にね、ミスなく、着実に業務をこなしてきたっていうタイプの、実直で真面目、本当にね、クソ真面目な方なんですよね。まあ、この方が今回総理になるということで、じゃあ問題のね、国民生活支援、給付金はあるのかっていうことについて、私がね、ちょっとフォーカスしてきたんですけども、今回はですね、岸田、この新総理が、給付金を出すんじゃないかなということ、その根拠の、まあ、エントリーがありますので、そちらの方をご覧いただいてね、ちょっと思い出してみたいと思うんですよ。こちらをどうぞ。はい。これはね、今年の3月10日のことですけども、国民生活のことを考えて、岸田元政調会長が企業や生活困窮者へ給付金支給などを首相に提言したってことなんですよ。結果的に菅総理はこの提言を、まあ、実行しなかったわけなんですけども、でも今度ね、提言した岸田政調会長がそのまま総理になってるわけですから、これは別に総理に進言するまでもなく、じゃあやろうかなってスタートすると思うんですよ。ただ、がんは財務省ですけどもね。ただ、森友賭け問題について、まあ、きちんとした説明をする。これ最初はね、再調査をするみたいなことを言ってたんですけども、まあ、総裁選出馬に、関してですね、ちょっとその辺は、調査という言葉ではなくて、説明するというふうに言葉に変わったような気がしますけども、まあ、ここら辺引っかかるところがあるんですが、まあ、ただね、その分だけ、あの辺を再調査じゃなくて、説明にしたんでっていうことで、財務省に恩を売ったとしたら、多分今回は財政出動があるんじゃないかなと私は思うんですけどもね。下の方ぐーっと行ってみましょうか。こう見てください。自民党の岸田前政調会長は、菅総理大臣と会談し、企業への持続化給付金。ね。こちらがまた始まるかもしれない。いや、生活に困っている人を対象に定額給付金を改めて支給することなどを提言しましたとありますよね。非常に心強いじゃないですか。だからこれ、今回はね、自分自身が総理ですから、簡単に出るんじゃないかなと思いますけどね。ということでね、岸田総理は、持続化給付金とか家賃支援給付金などの大規模なね、財政出動を補正予算によって実行するというふうに見込まれます。もちろん抵抗勢力あるでしょうね。で、岸田政調会長の総理の前の進言を総理になって、実現させないことによって恥をかかして退陣に追い込もうとするね、自民党他派閥勢力も考えられますし、あの意地悪な麻生財務大臣とか、それから、二階幹事長ね、岸田さんの発言によってその座を追われるわけですから、相当恨み節があるんじゃないですか、あの年になっても。ね、二階幹事長こんな顔してますね。ブルドッグみたいな。なんか悪人面ですよね、二階幹事長と麻生財務大臣、この二人は。それに比べると、この岸田、新総理は、なんか悪いことはそんないじゃないですか。うん、だから、岸田さん、お願い、給付金出してっていうふうに、メール攻撃、ね、電話攻撃に切り替えようと思います。皆さんもよろしくお願いします。いってらっしゃい。